こんばんは。めっちゃコメント見やすい。こんばんは。こんばんは。9時です。あ、世にも奇妙な物語。やー、見なきゃ。でもテレビこれ テレビが見れません。 TVer で見なきゃな。なんとした。めっちゃ楽しみにしてたのに。録画した、いいね。ちょっと TVer で見よう。ちょっと楽しみにしてた。テレビついてない。テレビこっちなのよ。だからこうやってやんないと 見えない。画角変えて、なんかね、向こうテレビ見えるようにしちゃったらね、結構ちょっと難しくって。そうの、手持ちだったらあそこ行けたんだけど、置いたら結構ちょっとなんかガクガクしかじかだった。大丈夫、後で楽しむから大丈夫。真っ昼間に見ます。真っ昼間に 朝とか昼とかに見ます。あえて。モニターの端っこ、あ、これね、違うの、これ壁なのよ。これ壁なの。あの、ここ今叩いてるのがちょっと二の腕 今叩いてるのがテレビ。これね、モニターっぽいよね。もうちょっとね、上にあるです。こんばんは。やっほー。こんばんは。こんばんは。もうちょい。もうちょい。こんばんは。ゆみりんが9時をお知らせします。はい、ということで、やついフェス終わりました。ありがとうございましたね。会場で見てくださった方も、配信で見てくださった方もありがとうございました。今日はくまりんです。はい、そうなの。かわいいでしょ、この髪型。私がじゃなくて、この髪型がね。そう、なんか久しぶりのフェスだから、
なんか可愛い髪型したいなと思っていろいろそう出たんですけど、ちょっと可愛いでしょ。可愛い、ありがとう。そうなの、普段あんまりアレンジしないんだけど、久々フェスね、これから多分夏のツアーが、ツアーもだしフェスとかもいっぱい増えていくと思うので、いろんな髪、可愛い髪型にしてもらおうって思ってます。またこの夏はお楽しみに。いろんな髪型をしたいなって思ってます。そういいでしょ。あ、そして始まってすぐなんなんですけど、ちょっと今日は2部制ですが、時間はね、わからぬです。ちょっとマネージャーさんから連絡あったら、一回ちょっと配信を切ります。それがちょっと何時なのかわからなくって、そう。一旦ちょっと5分10分インターバルを取ります。よろしくお願いします。はい、ということでですね、そう、ありがとうございました。またツイートもします。やついフェスありがとうございましたっていうツイートもするので、まあ、しろやって感じなんですけど、します。後で後でします。そう、クマリンしかかたん、ありがとう。またどこかでする予定です。このクマちゃん可愛いよね。自分でもなんか良かったと思う、良かったと思う。そう、またどこかでもします。お楽しみに。あ、それとちょっと今日今カクカクシカジカでタブレットで配信をしてるので、いつもの倍ぐらいコメントが見えます。単純に大きく、画面が大きいので、そのそう、なんかここまで来たら見れなくなっちゃってたのが、ここまで見えるようになってるから、ありがとう。そうだからギフトもいつもよりなんか大きいです。大きく見えてます、私の。そう、なんかたい焼きとかも、そうなんかいつもこんぐらいなんだけど、いつもこんぐらいなんだけど、今日はこのぐらいで見えます。ちょっと盛った、それは盛ったな、ごめんね。そう、だからいっぱいコメントしてね。まああとはなんか超細かいこと言うと、いつもこっちにあったカメラが今日はこっちになってるので、なんかコメント、私のこだわりとしてコメントがこっちなのでカメラはこっちにして配信をねしてるんですよ、いつも。なんだけどちょっとタブレットの関係上こっちにカメラがあるので、なんかごめんね、あんまりカメラ見れないって、目が合わないかもしれない。あった、目が合った。そう、たまにしか合わないです。なんか違うとこ向いてますが、違うとこ向いてる時はコメント読んでます。そうなの、カクカクシカジカで、今日はカクカクシカジカの日です。カクカクシカジカです。今日も安眠できそうな日ですね。安眠安眠。あと、なんか6人のフェス本当に久々だなぁ。ねぇ。そうそうそう。楽しかった。久々、あと久々マイカーでした。いつぶりだろうな、マイカー。あれさ、リンコの卒業発表ぶりかな。うん、ね、
あれいつだっけ、4月か、あれ4月とかじゃないね。毎回最高ね、マイカは最高なんですよ。うん、筋肉痛は大丈夫そう。あ、でも筋肉痛は大丈夫そうだな。うんうん。でもね、今日ね9曲やったんだけど、9曲でだいぶね体力がもう出し切ったって感じだったので、これはツアーがやばいなって思いました。もう9曲でもう全エネルギー出して帰ったみたいな感じだったから、ちょっとそうツアーね、そう、2公演とかあるし、そうなのよ。あのね、初日が2公演なんだよね。いきなり早速ありがたいことに、そうだからね、ちょっと夜公演出れないかもしれないぐらい、もう昼公演でもうちょっと全てのエネルギー、1週間ぐらいのエネルギー使い切っちゃって、ちょっと夜公演いないかもしれないってなっちゃうから、本当にでもこう、あれを洗い事じゃなくって本当になっちゃうから、ちょっと頑張りますそうって思ったね。ミル公園ずっと端で座ってますみたいな感じ、歌だけ参加しますみたいになっちゃったらダメだもんから。そう、最近健康に気をつけて生活はしてたんですけど、健康は健康だったんだけど、体力はねつけなきゃねそうだから、あとはツアーもこれからいっぱいあるから、なんかどういう髪型にしようかなとかもういっぱい考えていきたいなって思いました。あのね、4年前のツアーは全公演髪型を変えてたんですよ。そのサイドポニーの日があったり、前髪を上げる日があったり、なんかいっぱいしたの、とにかくいろんな髪型をしたんです。2つ結びもあったかな確か。なんかだからせっかくのツアーだからいろんな髪型をしたいので、なんかもしさ他のメンバーがやっててこの髪型やってほしいとかあったら、お話し会とかでなんか言ってもらえたら、まあさん、なんか検討します、検討します、言う検討。まあハーフツインはあまり乗り気じゃないので、なんかうん二つ結びとかもあんまり乗り気じゃないってちょっとどうぞ縛しばらいほとんど絞られていくんですけど、そう、まあどっかで多分クマやるのと、三つ編みやりたいけどね、この長さで三つ編みやったあんまりなんか余れないんだよね。もうちょっと伸びてたらね、あ、三つ編み可愛いんだけどね。そうなの。
なんかまだ時間あるんで、まだ時間あるんでとか言ってたらあっという間に過ぎるんだろうけど、まだ時間あるんでゆっくりいろんなものを見ながら検討します。福ちゃんと噴水ポニー、あーそうだね、確かに噴水ポニー、噴水ポニーと噴水ハーフアップはでも仮先生の許可がいるので、まあでも赤には絶対ダメとは言わないからけど、そう仮先生にじゃあそこも相談してみます。はい、どの辺の会場ならやってもいいでしょうかっていうのとね、またそれ確かにもし中井先生がそのトレイやる許可が出ましたらそうどこかでもしかしたら一緒にやるかもしれないし、それはちょっとわかんないです。かな、はい、そんな感じで、はい、あこのぐらいだよ、このぐらいで、いつもこのぐらいだけど今日これぐらいある。ギフトも大きくてみんなのコメントもよく見れるし、みんなのね、壇上の方のアバターもね、いつもの4倍ぐらいの大きさがありますよ。そうでね、じゃあいつもタブレットで配信すればいいじゃないかって思うじゃないですか皆さん。もうすっごい難点、弱点、欠点が私今固定されてないんですよ。なのでいきなりパタッてもなるし、ガタンともなるし、そう固定されてないので高さの調節もできないし角度の調節もできないし、結構ねあんまり長時間やるのは怖いかもって感じの、そうなのでちょっとね、そうそれもあってあんまり、そうあんまりタブレットで配信しないんですよね私。そうそうガコンとパタンとかなっちゃうからそう本当にもう触っちゃダメなのこの辺私今。固定できるものがあれば、そう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 、私お話し会ってタブレットでやってるんですよ、キングさんが用意してくださった。そうそれだとそのねスタンドがめちゃくちゃドンピシャなスタンドで、だいたいさなんかスタンドって高かぐらいのやつじゃないですか、スタンド立てかけるみたいなものが多いじゃないですか。だけど私の場合立てかけるんじゃなくってちゃんと上下で固定されてカシッて、そう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 、でなおかつ三脚があってみたいなのが欲しくって、スマホのやつはそういうやつ使ってて、そうそうそう、でお話し会のやつもそのガシッてなってて、ちゃんとしっかりした三脚がみたいな、だからあんまり聞かないでしょ、そのお話し会のタブレットがガン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 みたいなのあんまり聞かないでしょ。なんかね最初はその立ちかけるやつにテープで貼って固定してくださってたんですよ。まあさ最初さコロナ禍になってさすぐっていうかね、お話し会をしてくださったから多分スタッフさんも最初は手探りっていうかね、そんな分かんないからね。でも私たちってその下から見られる、下から煽られて見られるよりも
ちゃんと真正面から見られるか、ちょっと上から見られたいんだよねってなったら、その立てかけるやつだったらちょっと下から煽られちゃうみたいな感じ、おーいみたいな感じになっちゃうから、そうだからね、あのテープで貼ってくれてたんだけど、みんながバタ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 、でもそれでもテープ外れちゃったりとかもしたんだけど、そうちゃんとガシッってやつになったし、あとはオンラインお話し会とかいっぱい来てくれる方わかると思うんですけど、お話し会は縦画面で、ツーショットは横画面でじゃないですか。だからね、毎回スタッフさんが来て張り替えてくれてたの、縦と横で。そう、それもなんかすごい大変そうな感じだったんだけど、そのガシってやつになってから、このなんかねすごいの、もうこれこれってなんかできるようになって、そうすごい改良されました。私たちもすごいやりやすくなったし、すごい、あとはそのなんかね、こっち側の画面はちょっとずつなんか一番最初とはちょっとなんか仕組みも違って、今すごくねなんかやりやすいくどん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 してくださってて、そうだからせっかくこんなにやりやすくしてくださったし、もうオンラインだったらね、遠方の方とかもう海外の方とかもね、もう気軽に話せるし、まあね、もしなんか直接ちゃんと会えるってなってもオンラインもなんかね残してほしいよね、うん、って思うね。会いたいけど会うのもいいし、やっぱりオンラインじゃないといけないって方も中にはねいると思うから、みんなに会いたいから、うんですね、こんな感じかな。そう、ダイは残してね。じゃあ多分みんながそのリアルが始まってもオンラインに来てくれてたら多分残るんじゃないかな。リアルが始まってオンラインに全然人が来ないってなったら多分なくなっちゃうかもしれないけど、じゃあオンライン好きだよって方はあのオンライン残してくれてるうちにいっぱいオンライン需要ありますよっていうのを運営の方に見せつけてくださいね。ダンもいいよね。ね、どっちもいいよね。どっちも好きだよ私は。感じかな。楽しかったな今日も。日本海側でリアルってやらないんですかね。あでも今リアルお話し会はもう本当に東京大阪広島みたいな感じだからあれじゃないかな。個別お話し会は分かんないけど、これから徐々にさいっぱいみんなに会えるようになったら、で善悪とかも復活してったらさ、よりいろんなとこだって AKB さんとかも善悪で北海道とか広島とか来てくれてたよね。そうだからそんな感じでね、
善悪と題してね、いろいろいけたらいいよね。嬉しい、今日髪の毛可愛くしてくれたから、ね、嬉しい。なんかお風呂入りたくないな、髪の毛崩したくない。これちなみに一回ハーフツインにして三つ編みにしてくるくるってやってもらってます。そうか、一旦ハーフツインになってるんです。実はそう、AKB のライバルのライバルってどうなんね、どうなんだろうね。敵の敵は味方だけど、ライバルのライバルはどっちなんだろう。うんうん、まあでも私たちは別に皆さん誰もライバルじゃない人たちなので、みんな先輩、みんな先輩みんな先輩なんでね。なんかね、これガパオライスとタコライスがあって、でね、ガパオライスとタコライスってほぼほぼ一緒じゃないかなって思ってみんなで調べてたの。なんかじゃあ違いは何ですかって言われたら、なんかさ、どっちもひき肉が乗っててみたいな感じのことしか言えないね。どっちもひき肉で美味しいじゃんね、うん、うん、うちはタコライスにしました。美味しい。どっちでも多分これね、ガポを出されてたタコライスだよって言われても、ありがとうございますって言ってたもんね。普通に食べてると思う、うん、分かんない。あ、メール送る、 OK、 それ心配取ったから、これラッキーセブンの日だからね。あ、ありがとうございました。メールは送ったか送ったか、別ショット、さっきのと別ショット、髪伸びても可愛いし、あと私思ったの、ねえねえ、これなんかこれも可愛くない？後ろの髪も全部あげちゃってクマにしてたらでも可愛くないね。
まあ、可愛いとしか言わせない感じで言っちゃったので、ありがとう可愛いって言って、そうだからなんかそれもいいかなって思ってる。あと最近まとめ髪もしてないから、どこかでまとめ髪もしたいの。2パターンできるね、できるね。だからあれだね、あでもこれ編み込みまとめ髪じゃなくって、こいつもお団子に入れちゃって、もっとでかいクマちゃんにさできるから、ね、今ちょっとプチクマちゃんだけど、そうね、またいろんな髪型をします。山中湖ティフは分かんないもんね、誰が出るか。まあ出るかな、出るかなどうだろう、出るかな、出たいけどまだ私も分かんないしね、発表もされてないから。山中湖、まあカラーズはフェスじゃないかなね。まあでもカラーズ、うん、まああとツアーか、今年サマステとかあるかなね。去年台風でなくなっちゃったもんね。関ヶ原は、分かんない、いつのやつ。あのね、本当に表に出てないやつって大体私たちも知らないから、その多分ね、うん、そうなの、分かんないんだよね。だからね、あのメンバー出てないやつって私たちも知らないって思っててください。そうなの、多分ね、私たちに知らせてくれるぐらいなら、その出ますと、出ますって出てるんだったらもうなんか出してくれると思う、メンバーも、うんうん、メンバーも出してくれると思うから、まだ決まってなかったりなのかな、わかんないけど、うん、なんか、うん、まあ、あとツアーもね、いっぱいありますから、楽しみ。そんな感じですかね。ちょっとメール送ってる。今日おきちゃんとだけ撮ってないんだよね、多分。きちゃん、そう、今日おきちゃんとだけ撮ってないんだよね。ちょっと不仲説、不仲説勝手に言っちゃう。そんなことないですよ。そう、うん、ずっと喋ってましたからね、ずっと喋ってたからね、撮らなかったんだよね多分。そう、タイミング合わなかった。そう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 、みんなはね結構本番前のバタバタしてる中で、あのだったから、そう、うーん、
あ、おきちゃんがユミリンとの写メツイッターに載せてたよな。あ、え、載せてた。え、待って、私が撮ってないだっけ。そしたら私撮ってないんだよね。なんかなんでだろう。私大体ね、撮った時に私も撮ろうって言って撮ってるんだけど、なんで撮ってないんだよ。おきちゃんのツイッター見てください。じゃあ そこに載ってます。そこに載ってます。メール送ってます。メールだよ、メールだよ、メールだよ、メールだよ。ちょっとその間に。その間にちょっと Twitter の写真を選んでます。マイペースに。マイペース、今年初フェス？ミリンが、そう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 。どう思う？どう思う？え、どう思う？なんか16人で出てるかな。多分6人で言ったら全然初なんだけど。あ、サンリオをフェス扱いしなければそうかな。確かにフェスじゃないか、サンリオは。あれはなん、サンリオ、あれはなんて言っていいんだろう。あれは
サンディオフェス。うん。じゃない、あれはなん、あれはなんて言ったらいいんだろう。じゃあなんだろう、お祭り、お祭り。フェスの定義とはだが難しいね。ちょっとやめとこう。久々フェス、ありがとうございました。私も出演できて光栄です。はい、それでは、あ、フラワーフェスは、フラワーは、うん、確かに確かに、まあもういいです、もういいです、ありがとう、もういいです。はい、それでは行きまーす。やついフェスはね、2年前に出てるんだよね、 PR 舞台でね。そうそうそう、そうね、はい、それでは行きまーす。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、メールでも送っちゃったんだけど、ごめんね。この絵が一番髪の型が見えやすくって。リツイート、ター、ラクエル、プラタノ、ラーラ、デクスト、イケボ、ナララブ、おじゃまる、トユちゃん、コウジ、ヒシオハシケン、コウジ、コウジいっぱいだないいね、ワール、ケンケンパー、ヒロくん、タカシ、キュー、コウジ、アンちゃん、キヨタホ、スプマンテ、プラタの数々、小松ちゃん、シマンチュ、タカノイ、スズメ、パイレーツ、ガッチャン、タカヒロ、サヌキ、ナララブ、いきなりくん SP、 ありがとう。マイカ最高すぎるね、ほんとそれな。くまさんかわいよ、くまりん、お疲れくま、くまりんかわいい、ありがとう。僕はくま、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 くるまじゃないよ、くま、くま、くま、
メールだよメールだよ。そう、ちょっと今メール送ってる。ツイートもしたし、メールもいっぱい送ってる。良きだよ、良きすぎるね。今日も最高、今日も最高最高、今日も最高、いいね、今日もいいね、今日もいい感じだね。寝る日だよね、いっぱい来るよ今日ね。7の日だから1、2、3、なんか久々じゃない、7の日にいっぱい送れるのね。本当に 7の日詐欺だったよねまあみんなからしたらさ、別に何の日って何つでも送っていい日だから、別に何つでもいいんだよって言ってくれるかもしれないけど、みんな優しいから。配信中クマ、どうしたらいい？こうちょっと、あ、なんか難しいな、難しいな。難しい。マネージャーさんから連絡ないな。まだ配信していいのかな。まだ配信します。あ、インスタストーリー上げとこう。メールを打ってます。メールだよメールだよメールだよ
なるほどね。マイカーいいよね、本当に楽しいな。マイカーね。あ、私メールこんなに送ってるけどね、私そうだ、これ全部返信しなくていいから、逆に全部返信せずに、なんかいっぱい送った時は厳選してくれると助かる。こんなに送りつけてなんか言うのもなんですが、そう、なんか超いっぱい送って超いっぱい返信されるとちょっとわけわかんなくなっちゃうそう、ごめんね、あのなんかそう、なんかこれはなんかなんだけどごめんね。そう、そのそうそう、いろんな人が全部にね返信してくれたらめちゃくちゃ嬉しいんだけど、そう、だから50通メール送って50通返信してくれると、そうそう、なんかね、いろんな人の50通の返信がわーってなってて、ちょっとよくわかんなくなっちゃうから、そう、なんかあ、これなんか返信したいなーみたいなやつだけで大丈夫だけど、メールの返信はありがたいよ、読んでる人全員がやってくれるものじゃないからね、だから嬉しいよ、ありがとう、いつも、そう、ありがとう、嬉しいよ。ね、まあ全然義務じゃないから、返信しないといけないとか思わなくてもいいし、でもまあそう、なんか反応があるとそれは嬉しいから、そう、反応してくれるのは嬉しいからね、これからもメールの返信は見ます、見ます。あ、そうだ、なんかいつか言おうと思ってたんだけど、メールの返信に私の写真とか貼ってくれる人とかもいるんだけど、全然そう、私なんかこういう職業しててなんなんですが、私別に自分の顔とか好きじゃないので、あのそう、そんな頻繁に見たいものじゃないんですよ笑、そう、だから全然あのなんかそう、私がツイッターに載せた写真だったりとか、まあそうで、メールに載せた写真はね、メールの返信載せれないから、ツイッターだったりとか、なんかいろんな私のその私が載せた写真を一緒に載せてくれたりとかしてるのは、なんかそうそう、何回も自分の顔は見たいものじゃないのでみんなのそう返信が見たくて見てるので、あのそうそう、もしこれを聞いてる人はそう、なんかな、全然載せなくていいよ私の写真そう、載せなくていいよ、私しか見ないから、ユミリンメールってね、そうだから、私しか見ないからさ、いいよ、まあ、確かに自分の顔見てもね、そうだね、なんか手紙もらってさ、
分の写真、あーでもなんかみんな、難しいなー。まあなんか、うん、そう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 かな。まあでも全然なんかそんな私にさ嫌な思いをさせようと思って送ってるわけじゃないのは本当にわかるから、なんかでも言い方も難しいなと思って、そうなんかどっかでタイミングあったら言おうって思ってたんだけど、なんか別にめちゃくちゃ困ってるわけでもないし、すごく嫌がってるわけでもないし、怒ってるわけでもないんだよ。そうだからそのなんかやめてくださいみたいなものでもなくって、そうそうなんかなんかそんな今すぐ言わないといけないことでもなかったけど、なんかちょっと流れだからいつかなんかどっかで言おうと思ってた。そうそうです。まあでも全然この配信見てる人ばっかりじゃないの分かってるので、なんか大丈夫です。なんか見てる人がなんかどっか頭の片隅に入れてくれてたらいいなって思うのと、あそうメールの返信はハッシュタグユミリンメールでツイッターでしてもらってます。ユミリンはひらがなで、メールはカタカナで、ハッシュタグつけてつぶやいてもらってます。このハッシュタグは基本私しか見ないハッシュタグなので、みんなはなんかあんまり検索しないでほしい。そう、みんなは別に検索しないでほしいよし、そのまあ書く内容も私しか見ないから、うん、なんかそう他の人に当ててとかされると。そう、そういうなんかハッシュタグじゃないので、そう、そうだね、なんかある場合はまた他でやってくださいって感じかな。そうメールの返信は基本そうだね、メールの返信なので、あたまにツイッターの返信とかで、あのツイートの返信とかね、あのそう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 、ツイートの返信とかにハッシュタグユミリンメール入れてくれてる人もたまーにたまーに言うんだけど、それも別になくてもいいかな、いいかな。それはあのツイッターの返信であってメールの返信じゃないので、全然ツイッターの返信はあのリプライはリプライで見てるので、ちゃんとそこは安心して、そのハッシュタグつけないとあの私が見ないわけでもなくて、そうリプライはリプライで見てますので、でメールの返信はメールの返信で見てるんで、あのそうそうハッシュタグつけないと見ないものでもないから大丈夫そこは。そうちゃんと、そうだってメールの返信じゃないかね、ツイッターのリプライって。これはちょっとメールの返信なので、ちょっとそうなの、なんかヨロです、ヨロです。でなんでメールの返信をツイッターでしてもらってるかっていうと、なんかね多分ねメールの返信ツイッターじゃなくてもメールとかで普通に返せちゃうんですけど、あれねあのねもう本当に本当に意味わかんないぐらい、意味わかんないぐらいのなんかタイムライグラグがあるので、そう本当にそうだってさ、自分がさ3ヶ月4ヶ月前のお昼なんかこの日のお昼ご飯が何だったとか覚えてないじゃん別に。
そうだから、そうそう、もうね、なんか本当に何に変身され、そう、何の話って、そうそうそう、もうそう究極なっちゃうのよ私も。そう、何、いつの何の返信で私が何を書いてたのか、はにゃってなるし、あとは誰からとかも分かんなかったりするので、うん、そうなのよ、なんか、あ、そうなんだね、美味しかった、それは美味しそうだね、ん、何が、え、誰みたいな感じになっちゃうと、せっかく書いてくれてた、せっかく書いてくれたのに、なんかちゃんと受け取れないから、そう、なんかツイッターの方がリアルタイムで読めるので、もしメールの返信をしたいよって方はツイッターを推奨します。はい、さすがに当日の返信とかだとさ、自分が当日何送ったとか分かるし、分かんない時とかもあるんだけど、分かんなかったら見返すし、なんかその写真いいねみたいな、そのなんちゃらしてる写真いいねみたいな感じで、な、何の写真送ったっけなみたいな感じで、そう、見返すことはある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 、そう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 なの、だからもう超超推奨する、これは大切だな、大切な推奨です、よろよろです。何や、細かく説明した方がいいのに、うん、うん、もうツイッターで返信してほしいってことなの、もうもう分かんないから、お互いお互いお互いっていうか、そう、もう多分私は何されても分かんないと思う、ごめんね、うん、メールはここから先有料だから内容とか詳しく載せすぎない方がいいのよね。ああ、そうだね、そうだね、それもなんか、そうそう、分かってくれる方はぜひそんな感じでお願いしたい、そうそう、オウム返ししなければ、そうそうそう、たまにね、オウム返ししてくれる人がいるのよ。例えば今日はタコライスを食べました、で、ハッシュタグゆみりんメール、今日はタコライスを食べたんだね、美味しそうだねとか言ってくれたら、もう私のメールの内容全部書いちゃってることになっちゃうんですよ。そう、難しくって、そうそう、それもなんかあんまりしちゃうと本当にここから先有料の意味がなくなっちゃうので、まあなんかでもね、これ言いすぎるとね、なんか返信難しくなっちゃうんだよね、みんなさ、なんか、いや、タコライスっていうのはメールに書いていいのか、でもそ、でもね、大体そういうのって、それ美味しそうだねとか、それこれあれで結構ね通じてる私、なんかそんな感じでごまかして書いてくれたりすることもあるんだけどね、大体でもなんか、そう、大体主語が書かなくても全然なんか伝わるので、なんかそれでもねいいよっていう感じ。まあでもなんかそれあんまり言いすぎると本当に多分メールの返信の仕方は本当に分かんなくなっちゃうと思うから、なんかもう、そうだね、なんか、うん、まあ考えすぎて返信できなくならないぐらいにで、そうそうだね、うん、あとはこれ絶対内緒ねみたいなやつは、なメールは絶対なんか
名詞主語単語は出してほしくないかなって思う。たまに書くじゃん、これ他で言わないから絶対言わないでねみたいなやつさ、たまにあるじゃん。なんかこの前のさ、なんかあれに行ったよとかもさ、なんかそう他で言わない、言えないからみたいな、そうとかも、なんかそういうのがあると、なんかちょっと私が今言ったことをちょっと気にしてみてもらえると嬉しい。まあ究極だって私がタコライスを今日食べたことがメールを取ってない人にバレようがなんかなんてことはないんですけどなんかメールでしか言いたくないこととかってあるから、あのそう、まあそういう時はでも私も書くようにしてる、うん、そうそうそうぐらい。メールをすごく大切にっていうか、すごく好きな SNS です。メールは始まった時からすごく好きです。好きなので私のこと好きだよって方は、私の好きなメールを、喉が鳴った見てもらえると嬉しい。私の好きなものを好きになってもらえるのは嬉しいから、夜です、夜です、夜です。純粋な応援のメッセージはどうやって伝えられるのが一番嬉しい。何でも嬉しいけど、まあそれは前提でだよね。そうだよね、ツイッターで言われても嬉しいし、ショールームでもインスタでもお手紙とかでも嬉しいし、まあでもやっぱり同じ会とか握手会で直接顔を見て、わざわざ自分のために時間を割いてなんか直接話してくれるっていうのは、やっぱり文字じゃ伝わらない何かがあるんだと思う。応援してるよって言われる、書いてもらうのはそうすごい嬉しいけど、それがなんか応援してるよなのか、応援してるよなのか、応援してるよなのかは、そのそこまでの細かいニュアンスはうまく汲み取れないわけで、私はそう、だからそうだね、同じ言葉でもなんか伝えたいものが伝わりやすいのは直接話すことなのかなって思うので、やっぱり直接言ってもらうと、うん、本当に嬉しいってなるかな、うん、ね。しかもその応援してるようが嘘じゃないしね、ちゃんとお話し会とか握手会になんか券を取って来てくれて、時間を割いて来てくれてって、もうそれだけで応援してるじゃんね。そうなんですね。マネージャーさんから連絡がないな。あ、ユミココアで終わりです、多分。ちなみにメールはありがとう、全部来ました。だから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13、 今日13通来ました。ありがとう、いっぱい見てくれて、ありがとう、ありがとう。全部来ました今日、ね、そう、でもそんなお話し会はありがたいことに今全部完売してるので、
もしお話ができる機会があるとしたら次のシングルとかなんかなって思いますね。それがいつになるかわかんないけど、また機会があったらぜひ会いに来てくださいね。でもあっという間だった。40分ぐらいあったんだよね今日は。40分ぐらいあったんだけど、あっという間だった。3曲でやったのよ。3曲やって無視して、3曲やって無視してってやったんですけど、そうあっという間だ。カメラワーク良かった。本当に。なんか私たちカメラはね、カメラってだいたい今このカメラで撮ってますよみたいな、なんか赤く光るんですよ今映ってるカメラみたいなのが。だけどその今日はね、それが分からなくって、どのカメラでいつ撮られてるのかがねちょっと分からなかったですよ。だからどんな感じで映ってるのかが分かんなかったんだけど、なんか良かった、うまく撮ってもらってたの良かった。後で配信見ます。あ、後で見れるのこれ。カメラ目線バッチリやった。本当に映ってた、ちゃんと良かった。あ、見れるんだ後で。ありがとう教えてくれて。カメラにめっちゃリスし、そうカメラに向かってもやるんだけど、でもあの映ってるかが分かんないからなんかカメラに向かってやってるけど放送はされてないみたいなことがあるかもしれないから、映ってるかは分かんないって思いながらやってた。でもそれはきっと多分うまくスイッチングしてくださってたのかな。ありがたいね。あ、一杯の水久しぶりに聞いて嬉しかった。あ、そうだね、4月ぶりとかだもんね。確かに。そっか、16人公演もあかりんの生誕祭以来出てないよね。そうだね。ね、また7月とかも公演の
6月も7月もでも公演のスケジュールが出てるけどね、私もいろんなところで頑張ってます。そう、いろんなところで頑張ってます。みんな確かにツアー始まるとそうだね、うん、なかなかだね。確かにあるのかしらね。どうなんだ。明日もちょっと、あ、でもそっか、はいはいはい、そうだね、今日やついフェス、私たちの次が、そう、男性のアイドルの方、そう、みんな年下なんだろうなだったからもあってね、私たちのそのステージの時もすごい女性の方がすごい、そうそう、見てくださってて、きっとそう次だから前から見てくれてるんだと思うけど、そう、でもすごい多分私たちのことを、そう、初めてとか見てくださったと思うんだけど、そう、すごいペンライトとかもね振ってくださってて、すごい優しいな、可愛いなって思いながら見てました。スパフルーツってグループの、あ、ね、ね、うん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 、あ、ST のこと調べてくれてた、嬉しい、すごいみんな可愛かったね、うん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 、そうなの、でもみんな年下なんだろうな、ちくはぐのグループが、そう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 、そうなの、だからね、そう、そう、みんな年下なんだろうなって思いながら、関係素敵ね。そうだから、なんか私たちのさファンの方もさ、私たちのステージより前とかにさ来てくれる人も多いけどさ、あのきっとみんなも違うアイドルのステージでもあんな感じで盛り上がってくれてるんだろうなって思いながら、なんか優しい、みんなファンの人って優しいなって思いながらね、そのなんか推しのステージじゃないから、なんかいいやとかじゃなくってね、そう、嬉しいね。今日のニコ生はさ、そう、お笑いのステージ回ってた、あ、そう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 、お笑いのステージは無料で見れてたんですけど、私たちのは無料で見れなかったの。私たちのは会員じゃないと見れなかったのかな。
LINE だから見てたの普通に。いっぱいになったらプレミアムの人が優先って感じ。あー、無料だと混んでて追い出されてた。へー、無料で見れたけど途中で弾かれたのでプレミアム登録した。マジでありがとう。アーカイブもプレミアム会員になる必要あるかな。これもどうですか。でも多分プレミアムなんだろうな、ちょっと先輩方。うん、アーカイブは無料では見れないのかな。どうですか。事前に予約してたらアーカイブ見れるの。だって。はい、私45分まで配信します。ちなみに45分まで配信しまして、あの11時からにしようかな。23時で予約しとこう。はい、 OK。 ついに連絡が来ました。一応そう、もうちょっと早く終わっちゃうかも、だけど一応この予定です。よろしくお願いします。最多15分。そうだね、でもちょっと45分より早く終わんないといけないかもだけど、今のとこその予定45分終わり11時からです。またよろしくお願いします。いいね、フェス終わり。夏だね、フェスがあると夏だなって感じするよね。夏です、夏。
あ、待って、今日17でしょ、明日18でしょ。あ、19、20、21、はいはいはい、ああ、はい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 、はい、あ、今ニコ生見たけど無料会員でも見れてるよ。なんか予約してると見れるらしいよ。だってみんなが言うには、なんかよかったね、見れて、イエイ。夏かーね、夏だね。ね、シティーファンクラブのさ、あれはいつまでなの？ツアーの申し込みは。シティーファンクラブのツアーの申し込みはいつまでなの？え、調べてみよう。15までだ。あれ？あれ？終わってる。あれ？あ、終わってる。あれ？終わってた。終わってた。当落が23日です。結構時間あるね。来週だ。来週の金曜日に当落ですね。ミリンが教えてくれたやつ。あ、そっか、私今日までだよって言ったわ。そうだね、え、みんな当たってるといいな。スペサポはなんか狭き門が多かったけどね、当たってるといいな。割と今回そんなにキャパめちゃくちゃ大きいわけじゃないのかなね。だからみんなが来たいって言ってくれたら割と激戦なのかもしれない。あ、リアルお話し会で報告できるね。確かにそうだね、嬉しい。いいね。まあでも大阪東京は会場大きい、他よりもさちょっと大きいかもしれないけど、全員出るからさ、メンバーが全員のファンの人が申し込むからね、それがそれであれだね。うん、席っていうのも確かに確かに。あ、大阪は昼夜だけど東京は夜だけだから激戦よね。ああ、そうか、そうか。だってそうだよね。だってさ、そうだよね、そうだよね、そうだよね。座ってみるからスタンディング楽しみ。わ、そうやって言ってくれて嬉しいのね。埋もれないようにね。スタンディング楽しいよ。そうなの。全員いる日は何か発表とかあるかしら。あ、大阪と東京でも8月末と9月末だ
ったね。もっとそれより先にシングルとかもしあるんだったら知りたいよね。じゃないと秋とか11月とかもっと遅くなっちゃうね。うんうん、ね、そういう予想も楽しいね。なんかあるかな、神戸であるかもって予想してて、でもさ、なんか選抜発表の難しいところがさ、全員で出るところじゃないとなんかそこにいない子っていうのが出ちゃうからさ、えじゃない、自分がいないところでさ自分の初選抜発表されるの嫌じゃないね。初センターとかさ、なんか発表されるの嫌じゃない、ね、分かんないよ。次 2.5 期とか3期とかから初選抜が出るとしたら、じゃあツアーじゃあなんかできないね、うん、やだね。見に来てるならまだしも、なんか同じ会場で知りたいね、みんなで。そうってなると難しいですね。そしたらあれ難しいですね、はい、ツアーって難しいですね。うん、一人ごとは初選抜メンバーだけ呼ばれてたね。ああだったね。でもあれはさ、もう MV も撮り終わったし、なんか多分もう CD のレコーディングもしたしみたいな、もういろいろもう多分そう、ジャケットも撮ったしみたいな、もうさ私たちがもう活動し終わった上でだったからね。そうそう、もしそうするなら私たちは事前にそう知っとかないと。あ、そこまで進んでたのね。うん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 そうだったっけな。でもそうだった、 MV の方が先だった気が。うん、まあでもそう、うん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 、なんか MV ってあのさ、独り言ってさ下バージョン上バージョンで振り付けが違うのと、1サビと2サビの振り付けも全然違うし、大サビの振り付けも違うし、サビが全部で6パターンダンス取ったんですよ。そうだけどさ、披露するときって私がその場に2人いるはずはないから3パターンでいいんですよ。そうだからなんかめっちゃそうなの、6パターン撮ったのよ。6個ね全部振り付け違うんですよみんな。うん、撮った後だったから、確かそう、あの半分だからその踊るのはまだ大丈夫だねって言ってた気がする。うん、がらがっちゃう。そう、わけわかんなくなっちゃうよねそう、しかもそれもさ、だいたい前日とかに、前日とかいつ教えてもらったので、前々日とかなんかだいたいその直前とかにさ、私たちもさシングルの話とかってそうみんなと知る時もあるし、前もって知る時だったとしてもそんなに早く知れないかな。だいたい MV の本当に直前とかにしか知れないから、うん、本当に
極秘っていうか超ね情報が本当に大切重要なものだから、 それもあってダンスとかもねあんまり事前にみたいなできないし、もしみんな、あーでもそうだね、だし選抜発表がありました、みんなと一緒に知るときね、生配信とかコンサートとかで選抜発表があったとして、そのすぐ後に曲を知れるわけじゃないから、選抜は知ってるけどその直前までやっぱ曲も知らないかな、だからその期間はどういう曲なんだろうねってみんなで話してるし、どういうダンスなんだろうねっていう、話してますし、そう、ちょっと大人の人はなんか私たちが多分知らないだけでさ、そのスタッフさんとか、スタッフさんもでもね知らなかったりするかも、本当に超超なんかお依頼さん界隈そうでなんかの話だったりするから、なんかマネージャーさんもどんな曲かは知らないよって感じだったり、そう、あ、福岡のツアーからの MV 撮影、あ、そうそう、一回あったのが福岡でツアーがあって昼夜公演、そこで選抜発表があってシングル発表があって、で福岡から帰ってそのまま夜公演終わった後に広島帰ってきた後に振り入れして、次の日公演があったから昼夜公演して、で公演の合間にもちょっと練習して、で昼夜公演終わった後にちょっと練習して、そのままバスで移動みたいな感じだった。その時は本当にさささって感じだった。発表の2日後に MV 撮り始めたからね、そうそう、ニハードモードはもうね、そうなんかそうだね、あ、ブラックスヒルだいやいや、でもちゃんとお休みはもらってますよっていうかそうそう、なんだろうな、なんかそうだね、全然まあいつもこういうわけじゃないから安心して、今もだって私はフリーの時間だからね、そう、もうフェス終わった後は何にもないですから今日もね、大丈夫だよ、そう、で多分着いたのは2時とか3時とかで、ちょっとだけお風呂入って寝てみたいな感じだったかな。2日間撮ったからね、無謀も、そう、その時無謀だったんだけど、無謀は2日間撮ったので、それも踏まえて無謀を見るとまた見方変わるのかな、どうなんだろうぜひ見てみてください。でも楽しかったよ、楽しかったよ、楽しかったよ、あ、今何分、やばい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 、
終わります。壇上読みますね。壇上今次は一応11時からの予定です。よろしくお願いします。あ、これ全部見れる。13位マサさんありがとうございます。12位山口の総監督さんありがとうございます。11位ひろかずさんイミリンガチ恋中、近くのクマリン可愛かったよ、ありがとうございます。10位アルタイルさんありがとうございます。9位おっくんさんありがとうございます。8位ビルトーソさんありがとうございます。7位南波の久人さんありがとうございます。6位おいでませ元気さん調査で意味講師ありがとうございます。5位スランプくんさんありがとうございます。4位バリーさんありがとうございます。3位イソケンさんありがとうございます。2位カサオキさんありがとうございます。そして1位はカープ HK さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうありがとうありがとうございました。ちょっとしばし皆さん ご休憩くださいませ。 ご休憩小休憩、そう小休憩取っててくださいませ。はい、あと一つ、なんかタブレットで配信すると時間が出てるから、だから分かりやすい、そこも解決か。そうやっぱいいとこ、いいこと尽くしなんだよね。あとはなんかしっかりとしたね、あのスタンドがあったら、それではまた後ほど。この配信ありがとうございました。どうやって切るんだろう。これ一緒かな。よいしょよいしょ。あ、一緒だ。後ありがとうね。バイバーイ。